はい、タンザナイトステークスということでやっていきたいと思います。秘密結社神様創生8でございます。こちら阪神の土曜日のメインレース11です。オープン特別芝 1200m 戦ということで、まあ、この時期の1000人のレースなんでね、ちょっとまあ僕もあの苦手としている条件、まあ、苦手としている条件ばっかって説もあるんですけど、なので、まあ、ボックス買いでね軽く当てに行きたいと思っております。まあ前売り人気順、上からあの枠順でね上から順に見ていきましょうか。前売り4番人気1番のアスタールビー、まあ、北海道でね UHB 賞2着以来の休み明けなんですけれども、まあ、北海道校舎って感じでねここ 2,3 年の戦績は来てるんですね、まあ、ところがまあデビュー戦まあ2着その後の勝ち上がりがね、まあ、冬だったりして、まあ、洋芝校舎というふうに言い換えた方がいいでしょう。この時期得意としていますということで入れておきたいと思います。まあ、そして3番のバレトニ、北海道でオープン入りした馬ですね。この馬もまあオープン入りして準オープン勝ち、そして重賞3着と、まあ、その後で阪神で連敗してますが乗り換わり、そして冬になってきたということで出ておきたいと思います。まあ、そして5番のグルービット、まあ、ノーザンファームさんの馬ですからね、まあ、てかあのエアグルーブの筆形というかね、まあ、休み明けで期待が持てそうです。まあ、休み明けでしっかり仕上げてくるタイプの牧場、まあ鞍上もね岩田パパの方ですし、一発ある鞍上ということでまた期待をしてみたいと思います。まあ、そして7番のスマートクラージュ、前売り1番人気、まあ、去年もね冬に連勝してきて、まあ、前走もね3着に来たようにねまた調子を上げてきてます。まあ、ここも洋芝校舎、そして、まあ、寒い方が調子が出るタイプだとすれば、まあ、期待をしておきたいと思います。まあ、そして16番のサンライズオネスト、前売り2番人気、まあ、オパールステークス2着、まあ、前走負けてんのはまあまあ、京阪杯このコースで負けてるのが気がかりですが、武豊に乗り換わっての巻き返しというのを期待をして、まあ、今回はこの5等ボックスで狙ってみたいなというふうに思っております。まあ、そんなわけでねまたこういった形でやってきますんでね、あのチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。まあ、この前このレースからすると1個前になるのかな、ターコイズステークス中山メインの重賞および明日の翌日のですね阪神ジュベナイルフリーズはメインチャンネルフエガム TV の方で予想をアップしてます。こちらのチャンネルではね、まあ、その他オープン特別だったり3歳の特別戦、2歳の特別戦、POG 地方重賞、ものものやっていきますので、合わせてチャンネル登録をお願いいたします。以上、ハッチーでした。